が開きます。扉に手を触れないようご注意ください。ということで、蹴上駅に到着しましたね。ということで、私が行くのは南禅寺です。JAL のびっくりオプションプランですね。で、なんか南禅寺の湯豆腐コースっていうのがね、激安で、出ておりました。ちょっと今、値段忘れちゃったので、テロップで、値段いくらか入れておきます。しかもともとの3000円コースで、しか1000円ぐらいだったとは思うんですよね。はい。いや、楽しみですね。ちなみに今日は12日、豆腐の日だそうです。はい、知らなかったですね。さっきも言いましたが、目覚ましテレビで。すごい。はい、目覚ましテレビで行っております。はい、ということでね、見事に、はい、逆方面行ってました。いやちょっとね、GPS が跳ね返ってですね、反対側にいたようでしたね。はい、地下鉄降りた時ね、南禅寺こっちみたいな感じで帰ってくれたら嬉しかったんですけど、はい、ちょっと道に迷ってしまいました。また蹴上駅に戻ってきましたね。あそこの信号出しでしたね。はい、ということでね、はい、改めて再出発していこうかなと思います。ということで、今歩いていたんですけどもね、はい、謎の線路が出てまいりました。なんかね、向こうにね、船みたいな感じのやつが乗っかってたんですけども、これ何の軌道なんですかね。なんか一応鉄道的な部類には入るんじゃないのかなと思うんですが、はいね、完全線路ですもんね。もう標準器をはるかに超えている広さです。ということでね、この信号を右に曲がったら、南禅寺に着きます。あ、見えてまいりました。はい、順なんとかだったんですけど、ちょっとね、はい、ちょっと動いてたら見えてですね、はい、正面にありますね。やっとね、こんな感じにコロナウイルス落ち着いてきたのでね、私の旅行動画もちょいちょい再開し始めてる形ですね。まあ一応第1弾なのかな、京都は。ということで到着です。多分ここで間違いないかと思います。ということで、まずはね、初めに豆乳をいただきました。いや、まさに飲んだらね、あー、もう濃い豆腐っていうね、味がしましたね。はい、ちょっとグルメリポート下手くそで申し訳ないんですが、とても美味しかったです。はい、そしてサラダですね。こちらはタイサラダになります。さっぱりしてね、とても美味しかったです。続いてごま豆腐ですね。滑らかな舌触りで、醤油とわさびがマッチして、豆腐の味を非常にね、引き立てる美味しい味でしたね。いや、もうまさに豆腐尽くしです。はい、ということでメインの豆腐でございます。まずはね、そのままの味で食べるのが一番いいかなと思います。いや、とても美味しかったですね。そして薬味と、お出汁もついているのでね、こちらも合わせて豆腐と一緒にね、食べると非常に美味しいです。はい、続いて田楽豆腐ですね。鼻をすっと抜けるようなね、ほんのり甘めの味噌が豆腐の味を持ち上げて良いハーモニーになっており、最高の美味しさでした。いやね、もう本当に豆腐尽くしです。
最後はね、かやきご飯とそして天ぷら盛り合わせです。かやきご飯の方はね、米一粒一粒に出汁が効いており最高の美味しさでした。そして天ぷら盛り合わせの方なんですけども、素材の味そのまま塩でいただきました。家ではね真似できない、とっても中がジューシーでしたね。いや、私がいると絶対パサパサになっちゃうんですけどね。はい、もうインゲンとかね、もうマジで中ジューシーで美味しかったです。はい、もう素材の味が生きててもう最高の美味しさでしたね。で、芋とかもね、なんかほんのり甘い感じでね、もう最高の豆腐コースでしたね。はい、ということでね、豆腐のコース非常に美味しかったです。いや、最高でしたね。こんな感じに鯉もいます。もう俺も早く鯉したいなーってね。はい、ただ僕の方には鯉は来てくれませんでした。一匹だけいるから。はい、親父ギャグはさておき、ということでね、皆さんも、JAL のびっくりオプションプランでね、豆腐のコースが出てたら、非常におすすめでございます。とても美味しかったです。この後はね、とりあえず清水寺方面には行こうかなと思います。で、6時ぐらいのね、今度は京阪電車で帰ろうかなと考えております。ごちそうさまでした。ということで、とりあえず、地下鉄の蹴上駅に戻ろうかなと思います。地下鉄バス11券があるのでね、はい、基本はもう今乗り放題でございます。じゃあとりあえず行ってみましょう。はい、今回のね、お店は、こちらにまず地下鉄の駅がございます。ここからぐるーっとまっすぐ来まして、で、線路横目にこちらですね、ここの信号渡っていただいて、南禅寺前ですね、この信号こちら右に曲がるともう3分ぐらいでね、はい、お店でございます。